しつこい。早く早く試し切りをしたいわ。おやすみ。小説の志は朽ちることなし。この程度か。炎の槍を断ち切れ。騒ぎを起こしたくはない。た、チャンスだ。悪い子ね。おやすみ。正義はここにあり。注射の時間よ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ランス戦闘準備。ランドゥの名のもと小説の志は朽ちることなし。おやすみ。覚悟しろ。せっけだ。後悔しても遅い。
休み。そこまでだ。状況は切迫している。後悔しても遅い。俺が守る。正義はここにある。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。
下に動く。氷雪の志は朽ちることなし。炎の槍を断ち切れ。火を、炎の槍を断ち切れ。生死虚実、一念のまなり、同天剣気、超無一角。戦闘準備。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、移動天剣家、超無一角。唯一の救い、我に。おやすみ。正義はここにある。俺が守る。下手に動くな。炎の槍を断ち切れ。新たなる未来。旧世界が崩れる。おやすみ。この程度、小説の志は知ることなし。炎の槍を断ち切れ。
総務一角。小説の志は朽ちることなし。ほんの気持ちよ、気にしないで。おやすみ。同点元気、聴無一角。小説の志は朽ちることなし。同点元気、聴無一角。小説の志は朽ちることなし。希望を奪わせない。平気よ、おやすみ。同点元気、聴無一角。過去を飲み込め。炎の槍を断ち切れ。力こそ希望だ。カセキスタ。唯一の救い。お薬の時間よ。小説の志は朽ちることなし。同点元気、聴無一角。おやすみ。
孫悟の意志を考えよう。これで万全だ。僕がいる。下手に動くな。おやすみ。氷雪の志は朽ちることなし。平気よ。炎の槍を断ち切れ。同天元剣超無一角。おやすみ。氷雪の志は朽ちることなし。おやすみ。同天元剣超無一角。炎の槍を断ち切れ。同天元剣超無一角。炎の槍を断ち切れ。氷雪の志は朽ちることなし。おやすみ。平気よ。炎の槍を断ち切れ。お薬の時間よ。氷雪の志は朽ちることなし。同天元剣超無一角。おやすみ。炎の槍を断ち切れ。氷雪の志は朽ちることなし。同天元剣超無一角。おやすみ。この程度か。おやすみ。炎の槍を断ち切れ。
超無一角。想定外の反撃だったな。
天元気勝負一角はには準備が必要ね。見つけた。下手に動くな。お注射の時間よ。ずいぶん待つのね。
王の槍を断ち切れ。争いに意味はない。やっ、騒ぎを起こしたくはない。た来なさい。お注射の時間よ。悪い子ね。おやすみ。
奴らを倒すには準備が必要ね。下手に動くな。同点元気勝負一角。小説の志は朽ちることなし。で、おやすみ。せっけん。見事な手術だったわね。準備はいいですか。はい、今回はこれにより我々大丈夫ですか。現在、あなたはエーテルカセットがあるデータリンクの中にいます。周囲を確認して、何か発見があれば教えてください。ハッカーですか？結論、それは模擬宇宙の記録から生成されたホログラフィー。
そこではあなた方の言う通り、敵はその場から動かないでください。ちょっとあなた、どうしてずっとこっちを見てるの？模擬宇宙のフローを進めたのですよ。これは過去の記録。彼女はあなたに話しかけているわけではありません。彼女の言葉を遮らないよう耳を傾けてみてください。もしかしたら何らかの収穫を得られるかもしれません。まず恋焦がれてるわけじゃない。あのカセットはパンクロードの教科書と大差ない。そんな誰でも知っているものに興味なんてない。次に、あれはゲームのレーザーディスクじゃない。あれはエーテルカセット。ハッカーの第二の目、第二の脳、第二の心臓みたいなもの。今の説明で理解できた？そのカセットがあれば、彼が映画の試写会で食べた4粒目のミックスポップコーンの味までわかる。それくらいすごいものなの。最後にもう一度言っておくけど、私はカセットに恋焦がれてるわけじゃない。こうして長々と話してるのはカセットの凄さを説明するため。わかった、カフカ。じゃあ先に進もう。少し急いだ方がいい。ここはさっきまでいた宇宙ステーションと違って、正真正銘天才クラブのテリトリーだから。今の会話から察するに、模擬宇宙に侵入したのは2人だったようですね。ハッカーと彼女の仲間。実に興味深い。次は何が起こるのか確かめてみましょう。あなたを同行者の視点に組み込みました。この状態なら彼女もあなたの行動に反応を示すでしょう。すぐ餌にかかる。ガツンと来るやつで行こう。お注射の時間よ。すぐ餌にかかる。ガツンと来るやつで行こう。おやすみ。ガツンと来るやつで行こう。2倍速ってこんなもん。あれ道？大したことないけど。どっちか選んでみる？あなたの好きな直感とやらで。正確に言うと、かん。ぷっぷー。オープンして。まずい、これはおとりの信号だった。ヘルタのやつ、こんなものを模擬宇宙に設置するなんて、自分が資料を探すときに面倒だと思わないわけ？まあいいや、これは私の計算ミス。セクターを変えて試してみよう。
彼女は正しい道を進んでいます。ただまだ道の途中にいるだけ。しばらくすれば彼女もそのことに気がつくでしょう。縁あって一度だけ会ったことがあるんですよ。性格ハンター銀狼、彼女とは過去に一戦を交えたことがあるのです。その場にはヘルタさんもいましたので、彼女から何か聞いているかもしれませんね。ヘルタさんの言葉を借りれば、あの勝負に敗者はいなかったと言えるでしょう。あれは勝負というより敵情視察に近かったと記憶しています。彼女が攻め、私は守り、勝負がつかないまま双方とも相手の出方を伺っていた。彼女は海鎖機関球の防御を突破できず、私も彼女が立ち去るのを止められなかった。今日このような形で再会するとは思ってもみませんでした。前回の戦いの続きがもうすぐ始まるでしょう。なんだ、やっぱりこの道が正しかった。ヘルタのやつ心理戦なんかするんだ。どうやら先に進むことができそうですね。また宇宙ステーションに戻ってきた。それにこれって謎解き？スキップしちゃおう。餌にかかる。ガツンと来るやつで行こう。おやすみ。すぐ餌にかかる。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。へえ、リポップした。ガツンと来るやつで行こう。餌にかかる。ガツンと来るやつで行こう。チャンスだ。バトル体験を改善しない。2倍速ってこんなもん。ランス戦闘準備で。悪いくね。正義はここにあり。ガツンと来るやつで行こう。
おやすみ。覚悟しろ。私を楽しま、カツンと来るやつで行こう。終点に到着。こんなところにミニヘルタがいる。もしかしなくてもヘルタってナルシス、彼女の顔にヒゲでも描いてあげようかと思ったのに落書き。エレベーター、はい、エーテルカセットは次の日。ええ、今回彼女は確かに性格のためにやってきましたが、我々がとある話を思い出しました。勝負のために今の状況と似ていると思い、最後まで彼女に付き合って。孫悟の意志よ、僕がいる。孫悟の意志よ。 100% だ。厄介そう。ガツンと来るやつで行こう。ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。正義はここにあり。バトル体験を改善しないと。2倍速ってこんなもん。ガツンと来るやつで行こう。注射の時間、おやすみ。ガツンと来るやつで行こう。悪い子ね。リポッポした。ガツンと来るやつで行こう。トル体験を改善。2倍速ってこんなもん。ご覧ください、ついに見つけました。それはもちろん、私たちが見ている銀狼が過去の映像だとすると、私が思うに彼女はヘルタさんのオフィスに新模擬宇宙の膨大なデータが相手ではどれほど優秀。ただし優秀なガイドが。まずはこの人に何。いいですか、結論はあなたの目の前にある。よく観察してみてください。今日は時間がたっぷりありますので、あなたの質問には何でも答えましょう。申し訳ありません。しかし私が思うにも、落書きはデータの総、おそらく宇宙ステージ5名札。彼女は優れた役。ミス銀狼。ふーん、あなたとっくに気づいてたんだ。やっぱりあなたを欺くのは簡単じゃないみたい。道中のつまらないおしゃべりもどうせ私に聞かせるためだったんでしょ。再びあなたと渡り合えたこと、とても光栄に思います。ヘルタさんはこのカセットで銀河の大物を釣り上げられると言っていましたが、彼女の判断は常に的確ですね。つまり
なんちゃら宇宙を閉鎖するのも、ヘルタと口喧嘩したのも、私を懲らしめるための演技だったってこと？どう受け取るかはあなた次第です。ただ、私とヘルタさんは率直にものを言うたちですし、あの程度の意見交換は日常茶飯事ですから、あれを演技と言い切ってしまうのは少し不適切かもしれません。ミス・銀狼は才能あるハッカー。彼女は全てを計算して変数に対する備えを残しておいたのです。おそらく彼女の計画の中に現れた唯一の変数は、私が突然この宇宙ステーションを訪問するという情報、そしてそれとともに訪れた模擬宇宙が閉鎖されるという訃報なのでしょう。これでは彼女の計画が台無しになってしまいます。これで今回の事件の全貌が明らかになりました。全貌？違う。あなたは一番大事なところを誤解してる。私は冒険せざるを得なかったんじゃなくて、自分から望んで冒険したの。スクリューガム、あなたが現れた瞬間、私がどれだけ興奮したかわかる？互角に戦ったライバル、こんなにワクワクするのは久しぶりだった。レギオンは原始人だし、カンパニーも物足りない。クラブだけが私を楽しませてくれる。現実はゲームに過ぎないのに、楽しくなかったら意味がないでしょ。二人の天才が手を取り合って、私に招待状と挑戦状をくれた。断るわけにはいかない。あなたなら断れる？あなたは逃げ切れると確信しているのですね。その通り。ちなみにこれも一緒に持っていく予定。ほう、複製品ですか。会話の最中にコピーしたのですか？そうじゃなきゃこんなに長ったらしい話をすると思う？時間を稼ごうとしていたのはあなただけじゃないってこと。今頃ヘルタは私が侵入した経路を逆ハッキングしているはず。あなたはここに残って私を抑える役割を担っている。まるで前回の対決の再演みたいに。ワクワクする。今回はどうやって私を止めるつもり？模擬宇宙をブラックボックスにしてみる？カンパニーと協力して銀河中に包囲網を敷く？スクリューガム、今度こそあなたの本気を見せてくれる？決着がつかなかった勝負がついに歴史になる。今日の勝者は一人だけ。お願いだから私を楽しませて。申し訳ありませんが、ミス銀狼、あなたが期待しているようなことは起こりません。どうぞすぐにでもここから立ち去ってください。はあ？立ち去る？どうして？私を捕まえて鎖につなげて遠いルケーチに放り出すんじゃないの？面白い想像ですね。しかしあなたと宇宙ステーションの恩衆は私とは無関係です。論理、私があなたを止めることはありません。じゃあこのカセットを持って行っちゃうけど。それは単なるコピーに過ぎません。訂正、あなたが手にしているものだけでなく、ここに保存されているものもコピーです。本物の器物は計画の初期段階に他の場所に移しました。結論、そのデータは自由に共有していただいて問題ありません。また宇宙ステーションを攻撃しちゃうかも。私には関係のないことです。しかしきっとあなたを阻止する人が現れるでしょう。じゃあ私が今ここで模擬宇宙を破壊したら？こう言っては失礼ですが、あなたにはできないでしょう。エーテル編集も万能ではありませんので、宇宙を破壊するのは不可能です。
何これ、あなたたちわざわざ罠を仕掛けておいて本当に何もしないつもり？はい、これであなたが一生懸命準備したゲームはあと一歩というところで台無しになった。そうでしょ、プレイする面白みがなければゲームに意味はありません。銀狼、あなたの要求は分かっています。カンパニーの枷ではあなたを拘束することはできない。そしてあなたにとっては監獄すらゲームのステージに過ぎません。あなたの要求には屈しない。これが私とヘルタさんが至った共通認識です。本当につまらない。しかしヘルタさんはそれでは甘すぎると考え、少し工程を増やしたようです。例えば今この瞬間、彼女は逆ハッキングを行い、あなたが所有する青函ネットワークのアカウントを特定しました。計76個、すごい数ですね。これらのアカウントをカンパニーに凍結してもらうのはどうでしょう。もちろん連携しているゲームのデータも一緒に。何を言ってるの？ちょっと待って。退出してしまいました。せっかちな方ですね。子供にとってのゲームは楽しいもの、しかし大人にとっては楽しいだけでなく問題を解決する手段としても使えるのですよ。さあ我々もここを離れましょう。完全勝利。よろしい。宇宙ステーションのことはどうでもいいけど、私に喧嘩を売る人には100倍にして返さないと。もうカンパニーにあいつのアカウントを全部凍結してもらったんだ。あの小娘、今頃パソコンを抱えて泣いてるかもね。ありがとうございました。今回の勝利はあなたとレオナードさんがいなければ実現しなかったでしょう。今回の件について他に質問はありますか？どうぞ何でも聞いてください。レアのガトルステーキ、私が効率のために我々の終点を、ミス・ヘルタが僕に調査を続けるように言ったのはヘビをおびき出すためだったんですか。彼女は最初から宇宙ステーションにハッカーが残した罠があることを知っていたんですね。実はさっきミス・ヘルタからいいんじゃないと言われたんです。想像できますか？ミス・ヘルタに認められるなんて一生の思い出になることですよ。これで首を心配する必要もなくなりました。これで事件も一段落しました。さあ最後のバックドアを閉めましょう。
なくなった。全部本当に一つも残ってない。ひどい、ひどすぎる。もう泣きわめいたりしないの。小さな子供じゃないんだから。泣きわめいたりなんかしてない。はいはい、それでこれからどうするの。近くのカンパニーの支部をハッキングしてアカウントを取り返す。うん、一つ二つなら簡単だけど、今回は数が多すぎる。ほぼ全部やられたから支部じゃダメ、ピアポイントに行かないと。そこはカンパニーの本部よ。君一人で行くつもり？そうだけど。何？一緒に行きたいの？それは無理ね。忘れた？エリオの次の脚本には私が登場するの。ああ、そうだった。あの脚本は私には向いてない。そっちは頑張って。君もピアポイントで楽しめるといいわね。安心して、もう考えがあるの。見て、2km 離れたところに白雲レストランがある。建築材料物流部のアルバイトが入ったばかりだから、まずは彼らとお友達になろうと思って。もう動き始めるの？まずは恋焦がれたカセットを堪能すると思ってたのに。言ったでしょ、別に恋焦がれてるわけじゃないって。それにプレイしながら向かえばいい。ゲームは遊ぶためにある、それだけ。見回りの合間に少し休んだらどうだ。
説の志は朽ちることなし。同点元気勝負一角はっ。で、炎の槍を断ち切れ。想定外の反撃だったな。後悔しても遅い。ランス戦闘準備。おやすみ。正義はここにあり。氷雪の志は朽ちることなし。同点元気勝負一角はっ。想定外の反撃だったな。後悔しても遅い。で、おやすみ。想定外の反撃だったな。ほんの気持ちよ、気にしないで。やっ、同点元気勝負一角はっ。炎の槍を断ち切れ。薬の時間よ。氷雪の志は朽ちることなし。大丈夫。で、おやすみ。同点元気勝負一角。
小説の志は朽ちることなし。炎の槍を断ち切れ。おやすみ。同天元気超無一角せっけん。おやすみ。ほんの気持ちよ、気にしないで。見回りの合間に少し休んだらどうだ。小説の志は朽ちることなし。同天元気超無一角。想定外の反撃だったな。
後悔しても遅い。炎の槍を断ち切れ。おやすみ。なあ、なあ、なあ。後悔しても遅い。おやすみ。正義はここにあり。僕がいる。孫悟の意志よ。これで万全だ。孫悟の意志よ。来なさい。僕がいる。これで万全だ。見つけた。同天元気超無一角で小説の志は朽ちることなし。炎の槍を断ち切れ。気にしないで。
同点研究超無一角はっ。超無一角はっ。見回りの合間に少し休んだらどうだ。